いどうもということでですね、前回に引き続き、滋賀へ行こう、みっちゃんとこんちゃん追っかけてということで、今回愛縁記縁という滋賀のイベントに遊びに行かさせていただきたいなと思います。まあ、前回はちょっとね飛行機のトラブルで飛行機の回だけで終わってしまったんですけども、今回はちゃんとイベントまでしっかり行きますので、今からちょっと切符を買って、京都方面に、京都方面経由しての滋賀の方にちょっと行きたいなと思いますね。皆さん一緒に滋賀まで行きましょう。ということで、まずね、今映ってます？今映ってるよ。まず切符を買わないといけないんで、切符買いましょう。で、若干ちょっと今もう8時を過ぎて8時半ぐらいなんですよ、はい、で、ちょっと行くに終電とかを考えると、はい、ちょっと急ぎで行かないといけんかもしれんなぐらいの時間になってきてるんで、やばいですね。ちょっとまず切符を買ってから考えようと。はい、切符買いましょう。はい、ということです。皆さんよろしくお願いします。切符の買い方覚えとるやろかい。金入れてボタンを押すそれだけで2人分という2160円。大津、大津まで行きましょう。え、これ大津高なかなか。じゃあ下手したら飛行機代一人分行くやないかとりあえず大阪駅、はい、梅田駅経由してのとりあえず乗り換えて行くってことなので、行きたいな。どっからの思いますけども、こっちですね、 JR。 本当にお腹空いてる。よしこ、よし食いたいですね。あ、でも入ったら食えないですよ。え、なんかもうパッとホームですよ。どういう意味？こっちからもうホームしかないですよ、これ入ったら。じゃあ入らんこ。もう入っちゃったっす今今だから、あ、いや食うんやったらちょっと待ってくださいねっていうところやったんですけど。あ、そうなの。はい、大津まで食えないってこと。大津っていうか、大阪、あ、多分もしかしたら大津まで食えない。えぇ、オッケー、行こう。じゃあもう行きましょう。飯食いに、飯食いに乗ったら乗ったらいい。松原町、これ愛縁記縁です。こんちゃんとみっちゃん上の両サイドかっこよく乗っております。楽しみですね。会いに行きましょう。会いに行きましょう。沖縄から応援に来てますからね、俺ら。本気ですよ、本気で応援に来てます。ちょっと盛り上げていきたいな思いますので、よろしくお願いします。大阪駅に行きますので、しばしそれまでご歓談を。とりあえず大阪到着ということで、次はどこに行きますか。今から京都を経由して、はい、大津に向かうのか、5番6番に乗って神戸に向かって俺の実家に帰るのか。帰ろうそれは帰ろうそれはきついかみたいな。お、三宮帰りたいな。三宮で帰ろう春に帰りたいわ。定位置食おう。定位置食いたいわ言うてるんですけども、はい、言うてるんですけども、ちょっと今一回あっちへ聞きます。 OK、 よろしく。はい、すぐ京都に着きます。で、次大津に着きます。で、大津に着きましたらイベントに着きますので、まあ一応ちょっと今電車の中なのであんまり覚えませんですけども、いや降りたら思いっきり行こうかなと思ってますので、よろしくお願いします。いや山
はいどうもということでですね、大津の方に来ました。もう今ここ滋賀県っていうことで、はい、こうイベント会場の近くになるんですけども、はい、ちょっと自分もこっちの方には来たことないんで、はい、どういった風になってるかなっていうのは分かんないんですけど、まあちょっと見ながら、周りを見ながらたどり着ければなと思っています、はい、もう会場の方ではみっちゃんとこんちゃん待ってるのかな、はい、ちょっと分からへんですけどね。まあでもイベントちゃんと応援しに行きたいなと思ってますんで、今から皆さんでイベント会場へ行きましょうか。あすごいあすごい。まあちょっと先ほど着きましたよっつって言うたんですけども、よくよく調べてみると最寄りの駅ではなかったと。で、また買ってですね。次はどこですか。次は何でしたっけ。石山でしたっけ。行きましょう。駅に行って現場に行きたいなと思っております。皆様本当にお手を煩わせて申し訳ございません。もうしばらくお待ちくださいませ本当に。ということでライブ見に行くよ。今からライブを見に行くということで行きましょう。どうもということでですね、石山駅の方にやってまいりました。ここが現場の近くということなので。本当ですか。もう徒歩でちょちょって行ったら多分現場だと思いますので、その辺まで行ってちょっとみっちゃんたちとまあお疲れっていうのをまずやりに行こうかなと。行きましょう。追ってます。じゃあ皆さんこっちだぜ。行け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 、もっと行け。あれですよ、神。サルバル。来た。ブルーハーツみたいになって。本当だ。神来た。疲れつけました、遠くまで。いえ、東京行ったぜ。東京経由で来たんですよね。東京経由で。うわぁ。やばいっすわ。ガソリン詰めて、また来た。都会に連れてきました。えじゃあ、だって俺ら飛行機から降りてないもん。そう、降りてない。ずっと缶詰って。え缶詰。そう、缶詰。きつかった。イベントのあれを、はい、お願いします。はい、スタート。はい、本日、まあ、滋賀県にてアイエンキエンケーズバーで、yeah. ダルレコーズ、yeah. 今日はフライングラッツさんがちゃんとフライングしてきて、ここまで、滋賀まで来てくれました。はい、来ましたよ。ウーカクジャーもケンさん、ありがとうございます。yeah. そして、コンマトンも今日は一緒にサムガリで歌うんで歌います。今日のダルブログはダルレコーズ滋賀遠征編ということでお送りしたいと思います。てことで、マジブだろ。てことでイベント会場に行きましょうかい。あっちRewrite, rewrite, 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 Jamaica.
親父の教えを心に留めたという歌です。この音楽にかけて生きてゆく、泣いてくれた母に伝える、今やっと歌って誓える、約束守るよ大丈夫、親父が言ってくれた言葉、手を出さないでくれバリバカ、俺にはわかるよ心から、約束守るよありがとうな。ですね、はい、どうもあのラットでございます。今日ははるばる、沖縄からあのみんなをみんなを髪切ってますがな、本当にいいですね、あのみんなをですね応援しようと思って来ました。はい、ケンさんと結構ね、あの、はい、来る途中東京に飛ばされたりと、まあいろいろ大変なこともありましたが、あのこんちゃんも飛行機で待たされたりと、はい、もう大変でしたけど、無事この現場を盛り上げることができたんじゃないでしょうかと思います。ということで、そんな今日は主役のお二人から最後コメントをもらって締めとさせていただきたいと思いますので、話が上手、まず、いや、まず僕から言っていいですか。ああ、いいよいいよ、じゃあこんちゃんから行こう。いやいや、なんか締め、どうもコンマトンです、お久しぶりです。感動のライブ、はい、あのまあライブしてきました。そして1週間ぶりのお酒、生ビール頼んだらそんな好きじゃないハイネケン出てきました。そんな好きじゃないって言っちゃいかんよ。そんな言うかもしれんからね。ハイネケンの人が今から好きになります。ハイネケンの人が私と人が見るかもしれんけど、あ、琵琶湖の人がね。じゃあもう一回テイクワン行きますよ。テイクワン行きますよ。ハイネケンの人も見るかもしれない。見るかもしれない。そうっすよね、はい、そこも含めた上で。でも笑ってくれないかな。笑ってくれない、はい、大丈夫大丈夫ですね。そうだったんだってなるよ。苦情はラットまで待ってやめて。ありがとうございます。はい、はい、ということで、うちのまたもう一人エース、はい、from 東京、yes、 はい、新幹線で来たんですけど、今結構考える時間あったはずなのに、何も考えずに挑もうとしているフリースタイルみっちゃん、マジで皆さん今日はダウレコーズケンさんとラットさんとコンちゃんといるんですけど、ヤシガシガシガヤシガシガヤシガシガうちなあらんヤシガシガで、今日はヤシガシガスタイルでいつか考えました。ヤシガシガスタイルで考えた、朝までちょっとパーティーしようかなって思ってたんですけど、まだまだ青森もこんちゃんが差し入れしたから、おそうなんだ、久しぶりの、まあ、終電とか後ろを考えないスタイルで遊んでいこうかなって思ってます。いや、いいね。で、最後に一言。出るか一ギャグ一ギャグ稀勢の里なんか最後の一ギャグ滑りそうな予感がすごいするんだけど大丈夫。ポンポンが出てますね。ポンポンが出てる。まあ出てる。最後の一ギャグいきます。これで締めたいと思います。締めましょう。ああやばいこれ。はい、ということでですね、はい、今回ダールブログ楽しませさせていただいたということで、みっちゃんの勢いがすごいないんだけど最近大丈夫？今日はちょっとね、みっちゃんもう今出し切った感じ、出し切った感じ、今ちょっと安心して、ただ、ね、多分カメラ回ってないところでもっとはしゃぐと思うんですけど、そこをみんなに届けられないのが残念。残念です。だちょっともう考えた。今考えた。いける、はい、じゃあ皆さんまた次回のダールブログでお会いしましょう。3、2、1、何もしない。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてこんなに閉まらなかった。大丈夫、終わっていい。俺本当に寝れないかもしれない。終わっていいですか。はい、ということで次回はまたよろしくお願いします。ラットでした。ありがとう。みっちゃんでした。バイ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 。